さあやっていきましょうか。バイオマス。前回は地下のね、人生物がたくさんいる、まあ、ハムソーセージランドっていうところなんですが、そこをね、なんか無事ね、ハムソーセージされることもなくクリアすることができるというところで、今回はもうちょっとね、最後のアイテムを取りに行かなくてならない三段もね、手に入ってね。お邪魔します。これもゴールだけだよな、多分ね。実際、おぉ。なんかあったんですよ。何もない気もするけど。あ、あった。今更。圧縮されて潰されてるな。あっちの方の下水道行ったら仕方ないのにね。あっち。なんかあれだね、アイテムたまんない。ね、ほら。これも SZF なの？ジャズフェスとか。よし、じゃあこれで上へ参りましょう。
前回パートのアイテム整理したの忘れてたね。アイテム欄何回も開いてたのに、そこを見逃すっていうね。サプレッサーか、まあ、ブレが低いですけど、だいぶね、こういう細かいマシンなんだけど、カタ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 って言って、上にどん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 上がっていくの。回復回復みたいな余裕があるから、なんかそこら辺もうちょっとあれなのかな。回復はもう完璧。ごめんなさい。順番逆なんで、逆なんで、先に謝ってから撃とうよ。だっているいない、いない。オッケー。まずね、あの隠し場所の写真を撮ってるから、しておかないと隠し場所にアイテムが生まれないっていうね。 OK、 隠し場所、うん、でこれそうなんだな、これ一回写真見たらもう見れないんだよな。だからレベッカの写真はコンピューター上ずっと撮ってるんだけど、あ、じゃあこれ見れるんだっけ。見れるけど、あそこで見れるわけじゃないのか。ファイルのところで見たりするかな。もう敵がどこで出てくるかってことなんだけど、分かってるさ、ストーカー変態、白コハット、白コート、白コートじゃない、白い顔の向こうとか、似合うってのが分かってたら、こんな楽なことないよ。敵箱、これ何なんだっけ。ほう、なるほどね。で、奥に人があるのが見えるけど、あ、ちょっと待って、ちょっとびっくりしたな。ですからね、体裁を保つために攻めて、あ、あれは封印を飛ばすことになりました。そして、あと6箇所、あれ、ちょっと待って、お前起きてんのかい。大きいだ。ちょっと寝すぎたわーって、ちょっと寝すぎると頭が痛くなるんですよ、マジで。めっちゃわかるわ。なんか昼寝とかでもさ、3分くらいで切り上げてさ、2時間とか寝ちゃったりするとさ、こうしても朝早い。じゃあもう一箇所あって、ここもなんだかんだで言ってもゾンビ倒してないと結構緊張するんだよね。あの、この職員室中のゾンビが出てくるのかどうかっていうのもあるし、ランドで手に入るやつが弾として装填できるわけですね。
じゃあ、アイテムを取得することができたし、特にここからやることもないので、このまま、G2 線の手前のところまで戻っちゃいましょうか。まあ、ニートルバッテリーじゃいらないから、さてさて、じゃあ地下に戻って、マシュマロに包まれることは不可能なので、せめてね、ちょっと足をマシュマロでね、どれだけ楽しめるか。ただちょっと RE 作品に関しては、RE エンジン作品に関しては、結構そこら辺の規制がなんか結構厳しいらしいので、まあ、ちょっと元祖バイオ4みたいにね、パンチを食べるというのは、まあ、なかなか難しいのかもしれないけど、そこら辺はちょっと残念なんですが、まあ、仕方ないよね。どうしようかな。何を持っていく、まあ、とりあえず燃やす、まあ、燃やしてもいいよね、余ってるしな。球根を全部破壊した上で焼夷弾を一発ぶち込めばは、確かイビーは破壊できたはずだから、破壊って言い方が、燃やし尽くすことができたはずだから、まあ、それで進めていったらいいかな、うん、でもこの半分は打ち切ってしまいましょう。こう、この世界に行ってからまたもう、なんだっけ、マシンがボコ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 じゃいいだって話だからね。これはめても無理だったはずですよね。こういうの苦手なのよね。ごめん、ありがとう、代弁してくれて。苦手というか、考えるのがめんどくさいからな、適当にはめはめしてたらいけるんじゃないかっていうね。だからあとは、これ取って、であと金の位置とこれを入れ替えたら正解。きっとそうだよ。よし、じゃあ、これからもう一度の時間ではございますが、次回に頑張ってシェリー、もう少し